ハコンリナ、ピーリノアです。本日はファイナルファンタジーやっていきたいと思います。前回はですね、浮遊城の宝箱の取り忘れを回収する動画になってしまいましたので、無事にね、ミラージュと浮遊城ともに宝箱完全クリアさせていただきましたので、本日はいよいよですね、カオスの神殿に、再び行きたいなと思います。今ね、MP と HP は全開の状態となっております。そして、クリスタルが4つ、輝きをね、灯しておりますので、この状態でカオスの神殿に行きます。で、ここですね。火、土、水、風、4つの輝くクリスタルを闇のクリスタルに重ね合わせた。時のねじれが押し寄せ、空間がねじれていく。さあ、一歩前に踏み出せば、2000年前へと時空を超える。ということで、奥に進みます。はい。ということで、やってまいりました。カオスの神殿の1階でございます。今まで来れなかったカオスの神殿の1階になりますが、上と下があるけど、どっちに行くんだろう。4箇所あるんだね。左に行くと下に行けるし、右に行くと上に行けるし、左上の地下に降りる方から行きたいと思います。あ、待って、行けないのか。真ん中からのつなぎ目がないんだ。行けるのは右下と左下だわ。じゃあ左下から行こう。あ、そっか、今私左からも来れたんだ。わざわざこっちから来ちゃった。なるほどね。よし、じゃあ行きます。カオスの神殿地下1階。ここは扉しかあれだね。とりあえず開ける。何にもない。この真ん中のあれなんだろうね。これなんだろう。できないな。あら？ということは、ここは外れってこと？何もないっぽいよね。じゃあ右の上から行くんだな。はい、右上来ましたら、上に行く感じですね。よいしょ。そしてここが右側が、宝箱とかはないみたいで、左側も一緒の作りで、下の真ん中に扉があるっていう感じでいいのかな。基本的に戦闘はやっていきます。下の右ね。
から真ん中の扉行きます。よいしょ。お、敵がいる。無視できないタイプ。宝箱が2つ。赤エーテルドライとエリクサーですね。でちょっと一回魔法で回復入れます。これで2階に来れるようになりました。あ、さっき来れなかったとこのあれだね。そしてこれでまた戻ればいいのかな。あ、違うか、扉があったか。今左右の扉ちょっと入ってみましょう。左右の扉の中は何もない。で上の左右の扉も何もないので、左下のとこの階段のあれだね、左上だね。これで、あ、ここに来るんだ。ほほほほほ、なるほどね。右上に来るんだね。そしたら今度左側の下に行く階段行きます。よし、行くぞー。階段降ります。カオス神殿 B1 にやってまいりました。こっから今度ぐるっと回って真ん中を通ってもいいし、右から行ってもいいという感じですね。あ、真ん中は行き止まりっぽいね。右から行ってで左、このそこに扉があるんだな。階段の手前に扉があるからそこは寄りたい。オッケー。よし、一番右側の通路下に降ります。で扉入りまして、何にもない。右左もなかったもんね。じゃあ階段ね。あ、なんだろうこれ。あ、おえー、リッチが出てきた。いきなり出てきた。ホーリーやりますね。リッチってアンデッドなのかな。フレア行きます。うわ、強っ。ちょっとハイポーション
ラヒーラ。ヒーラじゃん。ラヒーラの効果のあるやつあったな。なかったっけ。ヤシの兜でいいかな。よし、アップねー。全体攻撃しないでくれてよかった。シロマちゃんは、ヤシの兜でいきます。で、クロマはちょっとブリザラの効果のある黒のローブにチェンジします。これでいきます。痛いやつ来た。97しか入んないのはちょっとまずいな。ブリザーガンにしよう。あ、やばい。やばい。ニックスのオンにして、レアじゃないとダメだな。エリクサー使っちゃおうか。HP めちゃめちゃ高いわこの人。ちょっと待った。シロちゃん回復させますね。ケアルガでクロマ回復させます。でフレア入れます。こりゃフレアじゃなきゃダメだ。うわ、なんでよー。そこ攻撃しないでー。あー、突然のボスでした。一撃しかくれないんだい、ケチ。ということでね、ボスが突然出てきてびっくらこいちゃいました。アイテムではないみたいですね。気をつけましょう。ちょっとね、ここ回復甘かったね。したら完全回復させといて、癒しの兜で一応全体回復はしてたんだけどね、ちょっと甘かったですね。はい、そして今ここに来ました。あそこにまたありますね、あれがね。ん？これはどうするんだろう。扉があるんだ。扉ね。この扉入る。そして、ここから、右側の扉に入って、あそこの赤い玉があったとこ行くんだな。右側に行きまーす。よし。あー、間違えた。こっちじゃない。そして、ここの。で、多分さっきと同じ感じのバトルになると思うので、回復がちょっとね甘いので、ヒーラー入れます。
だとケアルでいいかな。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。よし、行きます。マリリスですね、今度。法の攻撃してくるかな。法の攻撃に対するの2分の1にするっていうのを入れてみよう。もうやってこないかもしれない。打撃のってあったっけ。いっか、ホーリーとフレアでいきます。ホーリーじゃないのも効くかな。防御力を上げるっていうのあるな。これやってみよう。ブリザガにしよう。フレアがもうなくなっちゃう。防御面は結構カバーしてるので、ホーリーとブリザガでダメージを与えつつ、前の2人は攻撃に専念。よし、倒したー。イエーイ。ということで下降ります。